つねけつ、竜夫5年6月は、李朝大越の勘願、武将である。原名は、ご旬で、つねけつ和辞。大層、青州、人層の三代に仕えた。北宋との戦いで大腰を勝利に導いた、名称として、現在のベトナムにおいても尊敬されている。順天十年、大越の都の昇竜受賞券対話坊に生まれた。 10世紀にクレアサを起こした五軒の光栄であり、四君、五正置の彦にあたるという。ベトナムの名文資料によれば、立ケツは細江高軒の出身で、後に昇流の大和坊に移籍したとされる。父のクレアス後は、李朝に仕え老将の地位に上り詰めた帝臣である。立ケツは、幼少寺より、姿顔上げいず、つまり、養子に優れ。 記者術の鍛錬を重ねて標法を学んだ。青年時代より、宮廷に仕え、通髄三年に、老婦の同僚の計らいで、騎馬行為に任じられた後、犬犬、有道元年、二十一歳の時に上進して、宦官となって、犬犬、有道三年に皇宮に入り、自衛及び公門志向に任じられた。流髄太平元年には、清州の即位を付与くした、で、武行軍行 あとに、兼業王の保つ、そして、キラ聖火教三年には、聖火、治む安などの地の差し奉仕となり、暴族の反乱を鎮圧した。1100年頃の大越とチャンパの領域チャンパ王国は、大越の南に位置する国家である。ヒンドゥー教など、インド文化を取り入れ、中国文化の影響を強く受けた文化と法制を、有する、北の大越とは全く異なる、文化圏にあった。 立根結は、チャンパとの戦争においてまず軍事的才能を開花させた。天宝像二年召集はチャンパへの申請に赴いた。大将軍、立根結の元大越軍は優位に草を展開し、チャンパ軍は徐々に後退する。チャンパ王のルドラバルマン三世は、兵と共に敗走した。5月に至り、原水源津根傑は、神道の境まで追い詰め、王を捕虜とした。 ルドラバルマン三世を捕虜とした、リツネケツは、チャンパ王に謝罪させるとともに、それまで、チャンパ領だったデリー、メリー、ポートリンの三州を割上させ、新たに、大越の領土に組み込んだ上で、ルドラバルマン三世を解放した。大戦果を上げ外戦した、リツネケツは軍港により、保国大位、内市番主党王が、高度の内外都知事、ハルカジュ諸沈節土、道中諸門下上柱国、 はるかじ南平節度し、北国上将軍、開国公など数々の位を賜り、ついには天子議帝、つまり帝の議帝として皇族に列する栄誉を授けられ、朝廷において絶大なる、影響力を持つことになる。時に、年五十一の時である。一連の戦の後、チャンパでは、内乱が発生した。大野安氏3年。 かつて、リツネケツの捕虜となった、ルドラバルマン三世が大越に亡命した。フランスの学者のジョルジュ・マスペーロによれば、大越は、ルドラバルマン三世を助け、国に返して福井させるとともに、翌、大野安四年に、リツネケツが兵を率いて、南に向かい、チャンパの信号のハリーバルマン四世を撃退した。リツネケツの生涯において、最大の業績は、 大野安氏年から花房竹明勝二年にわたって繰り広げられた僧との戦歴である。僧は成立以来、北の領、西の聖火という強大な国家より始終圧迫を受けていた。一方で国土の南部においても、大越の他にも少数民族との国境問題を抱えていた。当時、大越と僧の二国にまたがり居住する少数民族のヌン族は、 反乱を繰り返していたが、通随五年に、族朝の和紙、全福は自ら、明ら皇帝と称し、朝政国を建国する。和紙、全福は、間もなく、大越軍に捕らえられて処刑され朝政も滅亡するが、和紙、全福のこの和紙里し高は、犬威服、有道み3年に、改めて、大歴国を建国し、大越と対立関係にあった層に服属を願う。 物の拒絶される。追い詰められた、和しさとしは宗へも、反旗を翻し、こういう四年には、州を攻略し、その地に、大南国を建国する。こういう五年、和しさとしは宗軍に大敗を喫し、大南も、滅亡するが、国境や民族問題は、宗古史両国にとって、頭の痛い課題であった。時が流れ、宗の真相の知性。 時の最小の王安石は、青内法など数々の新法を発案、施行して政治改革を推し進め、後代においても中国史上屈指の大政治家として知られる。南部の武州林選権出身の王安石は、南方問題にも関心が深く、大腰の動きを注視していた。金州の一図、州の一月明八年、王安石は、チャンパとの騒乱から間もない。 大越国は国情や生産力が安定していないものと見て取り、真相に大越への派兵案を創造する。一方で大越側においても、総南部で軍艦造船と推薦の演習が頻繁に行われている国境付近で貿易が禁じられたなどの情報を受け、先制攻撃を決断。この年の10月、大越軍は二手に分かれ総領内に進撃を開始した。 山岳民族の長の猿傾服や和州丹が指揮する隊は陸路で州に攻め込む。一方で立根傑が指揮する隊は海路で荘に上陸し、金州、連州等の地に進軍する。総進行にあたり、大越軍は王安石の悪法に苦しむ民衆を助けに来たとの名目のもと、大の戦闘には青内法など王安石が施行する。 様々な改革案を通列に批判する一文、罰総路府を大の戦闘に掲げ進軍している。その一方で、進行地においては容赦ない破壊と殺戮を繰り広げた。猿警復が率いる陸軍の攻撃を受けた、州は42日間の牢城戦の末に陥落し、地州の池る間は降伏を潔しとせず、自ら火を放って、一族36人もろとも自決。 大越式前書は、戦線の三上を、陣と五万八千余人、並び、金、練習死亡者育十余り万人、常決と不良三州人、しかも勘と記す。大越による、先制攻撃で多大なる損害を受けた僧は、直ちに反撃の策を練る。王安石は、将軍格王子らに命じて、平和の大軍団を組織するとともに、 大越の南方に位置するチャンパやクメールに死者を送り、攻撃作戦を図ることとなった。チャンパは、大野康氏5年3月に参戦した。この動きを察知した大越では、再度立根決を持って、チャンパに当たらせた。立根決は勝利こそ得ることができなかったものの、かつて自身が勝利を得た戦で、大越の領土に組み込んだチマイル、アサレー、不正などの辺境に、 自国の民を入植させている。さらに全軍を大越に引き上げさせた、立根決は来るべき総軍の報復に備え、国境地帯の各所に防類を築いた。立義元将軍率いる水軍を総越国境地帯の海岸に配備し、不評を木更木港南岸に配備する。川沿いには長さ 100km にわたって、防類と竹垣を築き上げた。 花房竹明勝元年12月、各期、長の両将軍率いる総軍は、10万の精鋭不評、1万の軍馬、20万の妊婦をもって、大越領内に進行。数武氏率いる別動隊は、回路で大越を目指した。対する、立根傑は、木更木港の下半に400隻の軍船を並べ、都下を図る総軍を阻んでいる。この後、総軍は、 風吉シに陣を移した。しかし戦闘が長引く中で、大越軍の士気は幻滅し、僧と講和を図る案が浮上し始める。一方の僧軍は、南国の出独により、心身を蝕まれ、兵士二万、人足八万が千病死していたものの、僧軍は、大越領の内広、源の州、重江、老州、祖祝衆などを獲得していた。沈朝期に編纂された。 師匠、古志略によれば、総古志両軍の木更木港における戦闘は、平身、大野康氏4年7月の出来事である。立年血が率いる水軍が総軍と退治する中、先人に従っていた秋文と、広志神の二王子が木更木港で歴死する。両軍が川を挟み数ヶ月もの間退治する中、両軍は和平への道を探り出そうとする。 南宋の離島が編纂した、史書、俗史実願長編巻279によれば、両軍の戦闘は、新宋の希望記念9年12月とされる。宋の将軍各王子が率いる兵は、大越軍大将の孔誠大使を討ち、左老将の玄瑠を捕虜としたため、犬徳は、恐れて、降伏を交うたという。ただし、立年傑は、 不良校での戦線に参戦していなかったとも言う。創腰両者とも司書には、自国の勝利を課題に記し、敗戦は過小にする傾向がある。双方が、幾多の戦闘を繰り返すうちに、花房竹明勝ち3年、和儀を結ぶ機運が起こる。大越は創に大志像を送って、和平を講じ、公源祖茂るなどの州の返還を求めた。 これを受けた僧は、花房竹明章四年から花房竹明勝九年にかけて占領地を返還し、大越では僧人の捕虜を返還した。こうして、二国間の和議が成立した。僧との戦の後、朝廷では、立月の検討を称して、爵位を貸し,した。立月は国政に対し、内木広明、外長官恵の精神であたり、科悪なる者は、 石かもせ悪、訴訟問題は、ごくむみだりの、さらに脳性も怠ることなく休んじた。時の人は、その当地を、のぞき民の本、安国ゆ記述と称した。また、立根傑は、当時の大声で流星していた仏教を深く信仰し、老僧のために寺院を建立した。竜夫四年二月、人僧は、年八十五の立根傑に、チャンパへの再生を命じた。原因は、 朝廷に背いたリサト氏なる者がチャンパに亡命し、チャンパ王者やインドラバルマン二世に大腰を攻め、先に割上したデリー、メリー、ポートリンの三州を奪還すべきだとそそのかしたからである。命を受けたリツネケツはチャンパ軍を破り、三州を回復した。翌ーフ5年6月、リツネケツは死去した。樹大伝都知見業体平将軍国十字。 腰国公と追造され、職有と借忌は弟の立根則が継承した。花房竹明勝元年12月、立根傑率いる大越軍が総領内に侵攻した折、軍の戦闘に掲げた激文である。罰僧ロフの大意は、僧の志向する青苗法、免疫の法は民を苦しめている。我らはその窮状を救うべく参じた。この文面をもって、 その民衆を動揺させ、先導を図ったものである。この文面は、柴光の、水木文、李東の、俗史実願長編などに記録が残る。大野康五年、立根傑は、木更木公、不吉江いの先人において、兵の士気を上げるために宿を編んだ。南国産加南美華同意、最前提文在天書道逆取り国る審判南寺ら、教官主廃巨南国の三賀は、 南の皇帝が滑るところ活然と定めは勝つと、天の書にもある。どうして野蛮人どもにおかせようか、お前たちが敗北の憂れきを見るは必要である。チャンチョン・キムによれば、リツネケツは戦意を失いかけた自軍の将兵を、鼓舞すべく、戦地に近い祠の前でこの、南国三河を老晶させたという。リツネケツは、李朝大越の将軍、重臣として、 その影響力は絶大なものであり、死後は神にまで祭り上げられた。その一方で宋都の戦の際は各所で虐殺を繰り広げたため、中越双方の歴史家による立根決への評価は正反対である。ベトナムにおいて生前から尊敬される一方で中国は彼を侵略者として抱きする。立年傑を祀った記者礼子宋都の戦で勝利を収めた立年傑は、 多大なる損失を集めた。ベトナムの資料、高古史人儀創刹と歴長検証類史の記載によれば、立根傑の死後、その出生地である昇竜大和坊の住人は彼を福の神として祀り、熱く信仰した。リアサ以降の核王朝においても信仰され、よく運行いだようと、豪された。ハノイには、立根傑を祀った祠奇跡霊主が現存する。 現在においても民族の英雄として尊重されている。1974年、聖佐諸島の戦いの折、ベトナム人民海軍は第16号軍艦にリトゥオンギエットと命名した。ありがとうございます。